サノバウィッチ。はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、サノバウィッチトコルドパート9、続きからやっていきたいと思います。だからこの防戦部に関しては、直前だけでなく、この段落の最初にも目を向ける必要があるわけだ。この2箇所の文章を読んでから、つまり要するにという言葉に着目すれば、答えはおのずと出るよね。じゃあカリア、答えて。私ですか？今の説明は答えを言ってるも同然だよ。ちゃんと聞いてたらわかるはず。ほら、ちゃっちゃと答える。つまりですね、要するにこの問題は、俺が先輩のことをか。先輩の笑顔を前にすると胸が高鳴って、先輩と話すと嬉しくなって、何気ない一言が妙に頭にこびりついて、特にあの意味深な言葉。だって現にただいま絶賛勘違い中の女の子が一人いるもん。まあ確かに、これ言われたらね、あれ、これ俺に気あるって思っちゃいますよね。いや、先輩からすればいつも通り下ネタでからかっているのと変わらない。多分そんな意味で、いや、そんな意味なんて何もないと思い込もうとした。でも諦められない。意味がなかったなんて思いたくない。一途の希望にすがろうとする俺もいて。これ当てられるパターンですかね。なあ星な、ため息つくほど私の授業はつまらないか？やだな、ため息じゃなくて簡単の息ですよ。ためになる授業だなって感心してたんじゃないですか。ほう、それなら次の問題は星名に答えてもらおうか。まさかわからないわけじゃないだろう。感心するぐらい聞いていたんだから。あ、すいません、さっきの問題に感心すぎて意識が飛んでました。誰か他の人でお願いします。このバカタレ、授業はちゃんと聞くように。はい、すいません。星名くん、どうかしたんですか？授業中にほうけていたみたいですが。ああ、うん、まあ個人的なことでちょっと。って言っても、誰かに助けてほしいような悩みじゃないから気にしないで。そうですか。大丈夫、おかけんの方に影響しないようにするから。もし何かあるなら休んでくれてもいいんですよ。私もバンドの誘いが多い時は少し早めに帰らせてもらったりしたんです。皆さんもたまには休んでもらってもいいです。うん、ありがとう。ちょっと考えてみる。もしかしたらお言葉に甘えて休ませてもらうかも。はい、遠慮なく。あやちさん、ちょっといい？次の授業で当てられるから教えてほしいところがあるんだけど。わかりました。それじゃあ星名くん。ああ、うん、また後で。せっかくそう言ってくれたんだから、たまにはそういう、たまにはそうするのがいいかも。確かに今の状態で先輩と顔を合わせても気を奪われちゃいそうだもんな。にしても、うん、背中に突き刺さる視線。シーバさんも含めてなんだかんだで教室で話す機会も増えたけど、やっぱりクラスメートの嫉妬の視線は相変わらずか。ああ、とかく先輩にも俺の能力を使うことができれば、こんな風に悩むこともなく先輩の真意を探ることができるのに。そんなことを思いながら、俺は寝たふりでクラスメートの視線から逃げるのだった。そして考えが堂々巡りしたまま迎えた放課後。あやつさん、ちょっといいか？何ですか？今日の部活のことなんだけど、ごめん、あの言葉に甘えさせてもらってもいいかな？はい、もちろん構いませんよ。それじゃあみんなには私の方から連絡をしておきますね。ごめん、悪いけどよろしく。気にせず、今日はゆっくりと休んでください。明日からはちゃんとまた参加するから。はい、よろしくお願いします。まだ日も傾いていない時間、いつもならまっすぐに家に向かう帰り道だが、俺はいつもとは違う、普段は通らない道を通り、少し寄り道をすることにした。
今日は星野くんて休みなんだ。そっか。じめちゃくちゃ観察というか疑ってるというか、まあ見てますよね。ん？何？あ、いえいえ、なんでもないです。それならいいけど。どうしたんですかね？調子が悪いとか？体調が悪いわけじゃないと言ってましたが、心ここにあらずといった感じで。授業中もちょっと変だったもんね。でも先輩ってなんだかんだで真面目に部活に出席してましたから、休むのはちょっと意外というか、そもそもおかげに所属してること自体がちょっとした謎ですもんね。ねね先輩を狙ってるとしか思えませんでしたよ。そうなの？星野くんで綾地さんのこと？違います、違いますよ。星野くんがおかけに入部したのは恋愛感情とかそういうことではなくて、私に対する罪悪感と言いますか、義務感と言いますか、それはきっと同情に近い感情ですから。でも何か特別なことがあったってことですよね？それは言えません。秘密にされると余計気になってくると言いますか。もしそれを口にするぐらいなら、私ここから飛び降ります。あと秘密を漏らさないように星野くんにも一緒に死んでもらわないと。そこまで？怖いですって。あやちさん落ち着いて、もうちょっと冷静になろうよ。すみません。そうですよね、先に飛び降りたら星野くんに一緒に死んでもらうことはできませんからね。順番をちゃんと考えないと、まずは星野くんを先に。問題点はそこじゃないよ。わかりました、もう聞きませんから。そんな怖いことを言わないでください。めぐるちゃん、人には事情があるんだから、下手に立ち入らない方がみんなのためなんだよ。そうなんです、事情があるんです。人には言えない事情が。恥ずかしすぎます。人には言えない恥ずかしい事情、無理には聞かないけど、なんか妙に気になるね。あやちさんと星野くんの特別な事情か。本当に怪しいことは何もありません。星野くんはいいお友達です。ただそれだけですから。ねね先輩がそこまで言うのなら、というかそこまで力強く否定される星野先輩がいたたまれない。それに星野くんにとって私はそんな対象じゃありませんよ。きっと私のことなんて変態だと思っているんですよ。でも稲葉さんの言いたいこともわかるかな。私だって一番最初はあやちさんのことを好きなんだって思ってたもん。本当にそんなことはありません。部員が私一人でしたから、いろいろ助けてもらっているだけですよ。星野くん本人もそこは否定してたしね。というか星野くんってどんな人が好きなんだろう。好きな人いるのかな。さあどうなんでしょうね。レネ先輩が違うとしたら、自分には心当たりはないかも。私も思い当たりませんね。ただこの中で言うのなら、私よりも戸隠先輩に惹かれるんじゃないでしょうか。あ、それはあるかも。そうなのかな。もしそれが本当なら、戸隠先輩なんだか嬉しそうですね。そう、まあ好意を向けられることを嫌う人はいないんじゃないかな。そう答えたけれど、本当はそれだけじゃないって分かってる。本当に好意を向けられてるのならとても嬉しい。それに星名くんのことを考えると笑顔が見たくなる。星名くんが笑顔になってくれるように頑張らないとって思っちゃう。この感覚、あのデートの時と同じ。でも今の方が何倍も強くなってる。
やっぱりこれって好きってことだよね。初めて抱く好きの気持ち。でも私はその感情をずっと見てきた。夢の中のあの人は自分からぶつかって幸せをつかんでたから、私も真似してみよう。よし、頑張るぞ。なるほど。どっちかというと戸隠先輩の方からアタックしていくって感じですかね。いらっしゃいませ。って星名じゃん。一人？珍しいね。ああ、そういえばそうかも。というか、今日部活は？いろいろあって今日は休んだ。へえ、それはまた珍しい。あ、こちらの席にどうぞ、お客様。ああ、一人だし、カウンターでいいよ。そう？それじゃあこちらにどうぞ。彼に案内されてカウンター席に腰掛ける。ご注文はお決まりでしょうか？ブレンドよろしく。かしこまりました。オーナー、ブレンドよろしくお願いし。わかった。で、何かあったの？部活を休んだり一人でここに来たり。それはあれだ、カリアの可愛いウェイトレス姿が見たくなってさ、心が癒される。ブレンドと一緒にグーパン、もしくは平手打ちのセットはいかがでしょうか、お客様。相変わらず恐ろしいメニューのある店だな。ご褒美の間違いでしょ。残念ながら俺はその業界で生きていない。前にも冷やかしに慈悲はないって言ってたよね。よく似合ってると思うんだけどな。うるさい、黙れ。だいたいそんなごますりするならもっと相手を選びなさいっての。どうしてない？私もよく似合っていると思うよ。オーナーまで！そういうこと言われるのは嫌いって知ってるくせに。もういい、私裏で掃除してきますから、あとはよろしくお願いします。オーナー、隠すこともなく怒りをあらわにしてどしどしと歩いていく。本当に似合ってるのに、あの態度じゃいろいろ台無しだな。しかし星野くんも意外と口が上手だね。さらりと女の子を褒めることができるなんて。あんなに気軽に言えるのは相手がカリアだからですよ。できることなら他の人にもそういうことが気軽に言えるような人間になりたいです。そしたらこんな風に悩むことなんてないだろう。悩み事かな。わかりますか？隠してるつもりもないんだろう。相手が私でもよければ聞くよ。実は俺の能力についてなんです。これは母から受け継いだ魔法なんですよね。そのはずだが。ゆっくりとコーヒーが差し出される。それを受け取り一口飲んで息を整えてから俺は本題を切り出した。じゃあその魔法が通じない相手って存在するんでしょうか？感情を読み取ることができない、何も伝わってこない相手ということかい？そうです。どうだろうね、断言は難しいがちょっと考えられないな。君は母君から魔法を受け継いだと言っても、それは一部というか良くも悪くも希薄な力なんだ。もし仮に能力の発動に細かい条件が設定されていたとしても一緒に薄まっているはずなんだ。今まで他にこういう相手と出会ったことはあるかい？いえ、初めてです、こんなことは。となるとその相手が何か特殊な存在と考える方がいいだろう。先輩が特殊？もし気になるのなら一度ここに連れてきたはどうだろう。ああ、いえ、一度ここに来たことがありますよ。覚えてませんか？女の子を二人連れてパフェを食べに来たんですが。ああ、あの子たちか。少し前のことだが覚えてるよ。クールな感じの女の子と雰囲気の柔らかいおっぱいの大きな女の子だね。おっぱいの大きな女の子ってやっぱりそういう印象になっちゃうのか。それだけ女性から見ても、いや女性だからこそあの大きさが印象的なのかも。雰囲気の柔らかい女性の方です。何か気になる点はありませんでしたか？そうだな、特には何も感じなかったと思う。とはいえしっかりと確認したわけじゃないし、見逃した可能性もなくはないが、どちらにしろ気づかないぐらいの希薄な力ということだ。それなら星名くんの魔法を拒絶することもできないはずなんだが、やはり答えを出すことはできそうにないね。申し訳ない。
いえ、仕方ありませんよ。しかし星野くん、そういう相手がいるということは君にとって悪いことばかりではないんじゃないかな。あまり好ましく思っていなかったんだろう、自分の能力について。確かにそうです。先輩と一緒にいると気が楽は楽なんですけど、いざそういう人を目の前にするとどうコミュニケーションを取ればいいのか自信が持てなくて、今までは能力を疎ましく思ってたくせに、その人が何を考えているのかわからないのが不安で、知りたいって思ってしまうんです。君にとっては能力を使える状態が普通だったからね。知らぬ間にそこに頼っていることがあっても何の不思議もないよ。俺は先輩の心が知りたい。一体どういうつもりなのか。それは失敗をしたくない、その人によく思われたい、そう思っているということかな。それぐらいに思ってしまう異性。ああ、いや、それは。一瞬で顔が真っ赤になったね。その反応だけで十分だ。これ以上は何も聞かないでおくよ。完全にバレてしまっていることは分かってる。それでも認めてしまうのはどうしても恥ずかしくて。とにかく最近は悩んでばかりです。悩みを経て成長することこそが人の性というものだよ。君は今まさに生きている。存分に謳歌したまえ。そういうものですか。動物は基本的に自分の感情に悩んだりしない。従うか逆らうか、進むことはあっても人のように立ち止まったりはしないものさ。だからこそ人に興味を抱き、憧れ、我々のような存在が生まれたりもする。俺は今その進む勇気が欲しいですよ。先輩のことが好き、その気持ちは自分をごまかしきれないぐらい溢れてる。あとはこの感情に従うか逆らうか、どっちも選べなくてこのままずっと悩んでしまいそうだ。相手の気持ちを読み取る方法って何かありませんかね。能力の感度を高める方法か。どうだろうね、私もわからないが、例えば実際に相手に触れてみる。肉体的接触を図れば伝わりやすくなる可能性はあると思う。肌と肌を重ねるとかね。肌と肌と言っても別に変な意味ではないからね。握手なんかで十分だよ。思い余って犯罪行為には及ばないようにね。今のはね、七尾の言い方がちょっと悪かったですよね。さすがにそこまで自分を見失ってはいませんよ。ならいいが、あと他にはその子のことをもう少し知れば何か方法思いつくかもしれないが、パフェを食べに来たのも随分と前のことで印象が。しかし手っ取り早く確認する方法を一つだけなら思いつくが。え、一体どんな方法ですか。まずその相手と二人きりになる。そして強引に押し倒せ。犯罪じゃないですか。そんなことしたら絶対嫌われますよ。まあそれは冗談だけれど、要はそれぐらいの覚悟で星野くんの気持ちを相手に伝えるということさ。本心には相手も本心を返してくれる。それはそうかもしれませんけど、だからって。一つ星野くんに覚えておいてほしいことがある。人の心と感情はね、必ずしも一致するものじゃない。それはどういうことでしょうか。いえ、意味はわかるんですが。便宜上心のかけらと呼んでいるけれども、実際には感情のかけらと呼ぶ方が近いと思う。星野くんが能力で感じているのも正確にはその場その場の感情だ。決して心ではないんだよ。感情。君は今まで相手の感情にダイレクトで触れてきた。だから相手の反応に対して敏感で臆病になっているところがある。だがそれはあくまで感情であって心ではない。たとえ好きな人が相手でも悪印象を持つこともあるし、嫌いな部分だってある。一時的にマイナスな感情を抱いたからといって必ずしも好きではなくなったとは言えないだろう。そうですね。
もし君の能力がその先輩に使えたとしても、相手の心まで伺い知ることはできないんだよ。君が触れるべきは感情ではなく心。そのために必要なものは能力ではなく知ろうとする意志。心なんていうものは本人じゃないと知り得ることはできない。いや、もしかしたら本人ですら知り得ないことなのかもしれない。だからこそぶつかってみないとわからないことも多いんだと思うよ。だからって。いや、だからさすがに押し倒すのは極論というか冗談だ。実際にはコミュニケーションで読み取るしかないだろうね。自信がないな。コミュニケーション能力が足りなくて甲子園悩みまくってますから。これからだよ。まだ何も始まっちゃいないじゃないか。気づいたばかりなんだ。全てはこれからだ。とにかく頑張っています。能力に頼るんじゃなく自分の力で。あ、それがいい。気合とともにコーヒーを飲み干す。相馬さんはなんだかすごいですね。俺は今まで感情イコール心と判断してきたけど、その場の一時的な感情だってあるよな。所詮は頭でっかちの意見だよ。自分で経験しているわけじゃない。それでも俺なんかよりずっと人のことが分かってると思います。ま、私はアルプだからね。君よりも長生きでずっと人間観察を続けてきた。喫茶店のマスターとしても観察眼は必須スキルだしね。そもそも相馬さんはどうして人間になりたいって思ったんですか？別に大した理由はない。私は元は半分野良の半分飼い猫だったんだ。餌をくれる人がいてね、毎日通っていた。相馬という名字も飼い主から勝手に借りている。コーヒーが好きな人で入れているところをよく見ていたよ。じゃあこの店のブレンドが美味しいのはそのおかげなんですね。そうだ。懐かしいな。あの人もよく悩みを抱えてうなっていたよ。今でも思い出せる。その姿が実に不可解だった。人は悩み、いろんな感情を抱き、時には心と体が一致しないような行動をとる。だから興味を抱き、中途半端な存在になり、今に至るというわけさ。もしかして今の俺も観察対象ですか？実に興味深い存在だと言ったら怒るかな。別に怒りはしませんよ。アドバイスももらえたわけですから。コーヒーをもう一口と思ったところで、さっき飲み干したことに気づいた。コーヒーおかわりを用意しようか？せっかくだからよろしくお願いします。少々お待ちください。にしてもあの女の子のことが。ああ、そういえばクールな方の女の子、彼女がどうかしたんですか？あれ以来たまにお店に来るよ。気に入ってもらえたらしい。あ、噂をすれば。いらっしゃい。どうも。って、あれ、星野くん。小尻さん、意外なところでってわけでもないか。もともと星名くんに教えてもらった店なんだから。小尻さんはよくあの店に？気が向いた時にね。パフェもそうだけど、実はコーヒーも美味しくてさ。店で小尻さんと再会した俺は、なんとなく一緒にコーヒーを飲み、流れで並んで帰ることになった。一人でそそくさ帰るのはちょっと心苦しくて。あと大切な話もある。ある意味タイミングが良かったと言えないこともない。会長職の方はどう？忙しい。吐きそうなぐらい忙しい。やっぱり引き受けなきゃ良かったかなって思ってる。その割にはそんなに遅くなる前に店に来たね。昔はさ、一緒にいられるから学生会室で仕事をしてたんだよね。でももう先輩はいないからさ、効率重視。たまには早めに帰る日も作るようにしたわけ。なるほど。先輩もたまに遊びに来てくれるけど、大抵はおかけんばっかりだからね。で、そのおかけんの方はどうなの？相変わらずだよ。
相談者が来て、その相談を頑張って解決させてる。その割には、私よりも先に店でコーヒーを飲んでたよね。今日はちょっと事情があって、俺だけ部活は休んだんだ。うん、そうだよね。相談される方が悩むことだってあるよね。私でよければ話を聞こうか。私も相談に乗ってもらったというか、強引に話させられたわけだし。ああ、それはお願いしてもいいかな。え、本当に？あ、いや、まあ別に構わないんだけど。何？そこまで深刻な話？俺にとってはかなり。けど聞いてほしい。わかった。で、何さ、いつでもどうぞ。小尻さんに打ち明けるのは怖い。ある意味、戸隠先輩に気持ちを伝えるよりも怖い。けど、ちゃんと言っておかないと後ろめたさが残る。だから俺は、あのさ、小尻さん、俺、好きな人がいるんだ。ごめんなさい、私こうしているのはあくまで学生会長としてであって、星名くんに興味は全くないんです。本当にごめんなさい。即答すぎる。というか俺が好きなのは小尻さんではありません。え、そうなの？あー、びっくりした。頬をあからめてためらいがちに、好きな人がいるとか言い出すから、てっきり私かと。じゃあ一体誰のことが好きなわけ？戸隠先輩のことを好きになった。俺の告白に小尻さんはその場で足を止めた。そして無言でまっすぐに俺のことを見つめてくる。その瞳から戸隠さんの感情をうかがい知ることはできない。けど何も感じていないわけじゃない。能力を通じて小尻さんの感情が伝わってきた。それは俺に対する怒りではなく嫉妬のように思えた。あとこれは悔しさだろうか。星名くんが先輩のことをね。まあ仕方ないんじゃない。だって戸隠先輩だもん。そばにいて好きにならない方がおかしい。なんて言ったって戸隠先輩なんだから。で、私に協力を仰ぎたいとか、そういう話？そんなことを頼もうとは思っていないって。ただ勘違いはしてほしくなくて、俺が先輩のことを好きだと思ったのはつい最近なんだ。小尻さんの時には決してやましい気持ちはなくて。そんなこと疑ったりしないよ。腹黒いことなんてできないタイプじゃん、星名くんは。だってバカそうだもん。バカ。嘘がつけないというか、単純というか。そもそもこんな風に私に打ち明けるあたりが特にね、素直すぎるよ。悪い意味で。悪い意味なのか。こっちとら女の子の世界で生きてるからね。真っ黒な人間はすっごいよ。マジで真っ黒、ドロドロだから。比べて星名くんはやり方がまっすぐすぎる。もっとうまく立ち回らないと反感を買うこともあるよ。私は気にしないけどさ。本当に怒ってない？しつこい。別に怒りゃしないって。戸隠先輩はそれだけの魅力を持ってる人なんだから。好きになっちゃったのなら仕方ないじゃん。うん、悔しくはあるけどね。あ、悔しいって言っても大した意味はないよ。星名くんは男だから私より可能性がありそうだなって。そういうどうにもならない悔しさ。あとはまだ完全には先輩のことを諦めきれてはないんだろうね。だからちょっとモヤモヤするというか、嫉妬じゃないと思うんだ。それに星名くんを恨みもしてない。何にしろ私を気にする必要はないよ。つうかさ、星名くんはまだ告白もしてないんだよね。ああ、うん。なら振られる可能性だって十分あるじゃん。相手は先輩だよ。
星名くんが告白したって振られる可能性の方が高いって。怒るよりも同情するよ。同情って、まあ俺も自信はないんだけどさ。今更ながらに思うんだけどさ、相手の顔色伺って様子を見てるだけっていうのは相手を一番困らせるんだと思う。本気で好きなら言った方がいいと思うよ。少なくとも私は告白してすっきりしたからさ。それは、うん、分かってる。こうして小尻さんに打ち明けたのはそういう決意をしたからなんだ。そっか、ならいいじゃん。その気持ちを打ち明けてとっとと玉砕してくれば。玉砕って言われると心が折れそう。この程度でくじけてどうする、男の子。安心していいよ。振られたら今度は私のおごりでカラオケに付き合ってあげるからさ。そうなった時はよろしく。じゃああれだ、野田の調子を整えておかないと。なんで振られるの前提で予定を組むのかな。何にしろ私のことは気にしないでいいってことだけは伝えとく。ありがとう小尻さん。別にお礼を言われるようなことは何もしてないよ。そもそも私が横槍を入れられることじゃないしね。そう言って彼女は肩をすくめる。まだ悔しさは感じはするものの、徐々に薄らいでいるように思う。今の言葉に裏はなく、俺の背中を押してくれてるんだろうな。なんというか、小尻さんって本当にかっこいいよな。俺なんかよりもずっと。でしょ？先輩もこんな私を振るなんてもったいないことしたよね。試しにもう一回告白してみようかな。このタイミングでそういうこと言うかな、普通。あんまりもたもたしてたら、マジで遠慮しないから。覚悟しなよ。分かった。あと頑張れとは言わない。そこまでの期待はしてない。とにかく言っておきたかったんだ。そうならいいや。俺たちは静かに夜の道を歩いた。特に会話もなく、他の人から見れば空気が重く見えたかもしれない。それでも俺の足取りは少しずつ軽くなっていった。はい、ということでね、まあ決意しましたね、主人公が。ということで今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。